目を覚まされるような美術展でした。福岡アジア美術館というアジアの近現代美術品を集めた美術館があります。開館25周年を記念したベストコレクション展では約5000点もの所蔵作品の中から選ばれた10名の作家が紹介されています。メインビジュアルとなっているこの作品は90年代初頭中国の作家が描いたものです。言論統制をされていて自由に物が言えない、世の中に押しつぶされそうになった人間像が描かれています。社会に対する抵抗心が現れているこの絵は当時は表に出すことが難しかった作品なのです。私はこの美術館に来てハッとさせられたことがあって、それは自分は日本を単体でしか見てこなかったということです。福岡は韓国が近くて大陸の国々を意識させられる土地だと個人的に感じました。近隣の国で起こっていることについて知らないことだらけで雷に打たれたような衝撃を受けました。展覧会は4月9日まで。